トラーパニ県は、イタリア共和国シチア州に属する県の一つ。県とはトラーパニ。法制上の位置づけは、2015年に、従来の県から、コムネージ地組合に移行した。イタリア語版ウィキペディア等では廃止された、プロビンシア・ディトロパニと新設された、リベロ・コンソルジオ・コムノリー・ディトロパニが、別項目になっているが、便宜上双方を、トラーパニ県として、本校で扱う。 標準イタリア語以外では以下の名称を持つ。シチリア州で最も西に位置する県であり、マルサーラにはシチリア島最西,西端のリリベオ岬がある。北、西、南の三方を地中海に囲まれており、リリベオ岬から北側はティレニア海、南側はシチリア海峡と呼ばれる。トラーパニ西方のエーガディ諸島やシチリア島から南西に、 1> 約1 0 0トル離れた離島パンテレイヤ島も、県域に属する。県と、トラーパニは、県の西北部のティレニア海沿岸に位置し、州トパレルモから、西南西約7 5トルアグリジェントから北西約1 2 2トルチュニジアの首都チュニスから北東へ、約2 4 7キロメートルサルデーニャ島のカリアリから、南東へ、 約3 2 4トルの距離にある。隣接する県は以下の通り。トラーパに県の主要都市2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口2万人以上の都市、集落は以下の通り。うちは所属コムネ名を示すが都市名と同一の場合は省いた。県には主要に五つの都市がある。西部の沿岸部には北から トラーパに、中央にマルサーラ、南に、マツアーラ、デルバーロの都市があり、北東部には、アルカモ、南東部には、カステルベトラーノがある。マルサーラ市は、県内で最大の人口を持つコムネであり、その中心地区は、最大の人口を有する居住地区である。県とトラーパにはこれに次ぐが、その市街地は隣接するエイリチェの カンササンタ地区も含まれており、周辺地区も含めたトラーパニの都市圏は、約10万人の人口を有する。トラーパニ県には24の小ムが属する。主要な小ムは、下表の通り。左端の数字は、ISTAT コードを示す。人口は2011年1月1日現在、プロサッカークラブとして以下がある。ありがとうございます。